ミニストの第一人者を自称し、元大学教授、元国会議員でもある田島陽子さん、討論番組そこまで言って委員会などでの発言が若すぎと言われたりと、問題発言が多々取り沙汰されています。また週刊文春から老人ホームに入居したと報じられ話題になりました。今回は田島陽子さんの経歴や老人ホームに入居したという話の意図をたどっていきましょう。田島陽子さんは1941年岡山県にて生を受けました。幼少期は父が徴兵されたため日本各地を転々として居候生活を送っていましたが、終戦後は沼津市に落ち着きます。しかし当時の風潮もあってか、食事の時に自分と母親のお膳には魚料理がないという差別を受けることがあり、幼少期の田島陽子さんの心に深い傷を負いました。それによって田島陽子さんは将来は自分で稼げるようになりたいと考えるようになり、そのために医者を目指して勉強に励んでいました。その夢は高校時代になっても変わりませんでしたが、親の猛反発を受けたため断念しました。それにより田島陽子さんはやさぐれて学校をサボり、図書館にこもるようになり、そこでロシア文学や英文学を読み漁るようになったのです。そのことがきっかけで田島陽子さんは小説をもっと深く知りたいようになり、そのために文学を学べる大学への進学を希望するようになりました。そして18歳の春に女子大の名門須田塾大学に合格し、田島陽子さんは東京にて一人暮らしをするようになりました。一人暮らしをしながら東京での学生生活を満喫して、須田塾大学学芸学部を卒業した後は英文学についてもっと学ぶために大学院に進学。須田塾大学が田島陽子さんに会っていたのか、博士課程を修了した後も須田塾大学の講師として働いており、田島陽子さんも将来は研究者になろうかなと漠然と考えていたそうです。そんな田島陽子さんの転機となったのが小学生に選ばれたことであり、イギリスに語学留学しました。そこで田島陽子さんはベルギー貴族から猛アプローチを受け、二人は交際を始めます。帰国も間近に迫ったある日、ベルギー貴族は田島陽子さんに対してプロポーズをしました。田島陽子さんはこれを受けるかどうか非常に悩みましたが、社交界にて見た貴族の妻たちの悲しげで浮かない表情を見て意志を固め、ベルギー貴族と別れて日本へ帰りました。その後1974年田島陽子さんは法政大学の助教授に昇進、その2年後には教授に上り詰め、学者として一角の地位を築き上げることに成功しています。1980年田島陽子さんは再び都営を果たし、そこでロンドン大学に留学します。帰国後田島陽子さんはバティックアーティストのクリス氏と出会い、そこで遅咲きの燃えるような恋をしました。しかし田島陽子さんが46歳の時、自身の恋愛関係が自分の最も忌み嫌っていた母子関係の投影に過ぎないことに気づきます。それを悟って田島陽子さんはクリス氏と別れ、以来結婚せずに自分らしく生きることを目指しました。1990年にはフジテレビ笑っていいともに出演するようになり、歯に衣着せぬ発言が衝撃を与え、たちまちレギュラーに抜擢されました。例えば2018年4月1日に放送された読売テレビ系討論番組そこまで言って委員会 NP で準レギュラー出演を続けてきた田島陽子さんは、安倍晋三首相へのバカすぎ発言により自爆したとネット上で騒がれていました。当番組では安倍晋三首相と森友学園の癒着が問題視された森友問題が取り上げられ、当時国税庁長官を務めていた佐川信久さんが証人喚問にて刑事訴追を受ける恐れがあるため発言を差し控えさせていただきますという答弁を繰り返したことなどに言及していました。この日ゲスト出演していた前東京都知事の増添陽一さんは、森友問題は検察に任せて、安倍晋三首相は外交に尽力するようにアドバイスをしていましたが、この発言を受けて田島陽子さんが、うんざりだよ、日本の運気下がるよ、だってこう言っちゃ悪いけど昔の言い方をすると
今の安倍さんの態度、ここ1年以上女の腐ったのみたいじゃんと発言。田島陽子さんの発言にスタジオは騒然とし、差別発言だろ今の、それはないでしょうという声が飛び交っていました。田島陽子さんは自身の公式ホームページ上でもフェミニズムの第一人者と自称している女性学の権威ですが、安倍晋三首相への発言がフェミニストであることを自ら否定したとしてネット上で炎上が起きていました。田島陽子さんの女の腐ったの発言の真意は、陰でこそこそと女の腐ったやつみたいだと言いたかったようですが、言葉足らずに感情で発言をするため批判が殺到したようです。こういった多々ある問題発言から、田島陽子さんに対しては世間から様々なバッシングを受け、一時期精神的に病みかけたこともあったとのことです。しかし田島陽子さんは、学者が書籍をちまちまと出版するよりバッシングされてもテレビで発信をした方が主張が伝わるとテレビ出演をめげずに続け、一角の論者として名を馳せました。やがて田島陽子さんは社民党にスカウトされ、2001年の参議院選挙で全国比例にて出馬し、見事当選を果たしました。しかし社民党の政党運営などが田島陽子さんが思った以上に男性支配的であり、田島陽子さんは苛立ちを強めていきました。その後、北朝鮮の日本人拉致問題などに対する社民党の対応に不満を抱いた田島陽子さんは社民党を離党。翌年には神奈川県知事選に出馬するという名目で国会を去りました。政治の第一線からは引いたものの、引き続き講演活動や評論活動を行っています。旧大田島陽子さんの実質的な故郷は沼津市にありますが、大学進学後は活動拠点を東京に置いていたこともあってか、東京に住んでいました。田島陽子さんは法政大学の教授に昇任した年に立川に家を購入しており、本人も大層気に入っていたとか。しかし田島陽子さんは同時に引っ越すことも好きであり、その後も国分寺、四ツ谷、銀座と自身の活動拠点が変わるごとに引っ越しを繰り返してきました。また田島陽子さんはクリス氏と別れた後、軽井沢に仕事用の小屋を建設しており、参勤交代のごとく東京と軽井沢を行ったり来たりするように。そして2021年に田島陽子さんは軽井沢に別の家を建築し、完全に地方移住をしました。以降軽井沢にて楽隠居に近い生活を送っており、悠々自適とのこと。2024年1月6日には週刊文春にて田島陽子さんが老人ホームに入居したことが報じられています。その記事の中で田島陽子は以下のようにコメントしています。2023年4月に都内のシニアハウスに入りました。自分の死に場所が見つかって今はほっとしています。昔友達と仲居ずに友達村という名のシニアハウスを作りました。60代でだったので入居せずじまい。若い頃の老人ホームのイメージは乳母捨て山みたいなものでしたが、今はみんなが老人ホームを良いものにしようと必死になっていて、状況はどんどん良くなっているよね。老いた親たちはことあるごとに子供たちに迷惑かけたくないと言っているんでしょう。だったらさっさと老人ホームに入ってしまえばいいのです。私は45歳の時に軽井沢に一軒家を建ててから、都心と軽井沢の2拠点生活を続けてきました。軽井沢は疎開先の母の実家があった新潟や留学先のイギリスに似た雰囲気があってとても気に入っています。1990年代からテレビのバラエティ番組に呼ばれて忙しくなりましたが、週末には必ず軽井沢に帰り、ボロボロになった心を癒していました。でも年を取って軽井沢で動けなくなったらどうしようとは思っていました。福祉の面が心配でしたし、老人ホームも多くはありません。私が親しくしている90歳のおばあさんもよその市の施設に行っています。そしたらたまたま22年の秋、一緒に仕事をしたピアニストから90歳のお弟子さんが東京のシニアハウスから通っているという話を聞きました。その人はシニアハウスからゴルフにも行ったりしているそうです。なんと偶然とはいえ、
そこはお世話になった津田塾大学の学長が99歳で亡くなるまで暮らした場所で、私も何度かお見舞いに行ったことがありました。その時、そうか、ここに入れば安心して死ねるんだと思ったのです。それにちょっと前、女優の有馬稲子さんが老人ホームから仕事に行くと読んで、それいいなと思っていました。終章、優秀の美で締めましょう。今回辿った田島陽子さんの経歴や老人ホームに入居したという話に関する歴史の意図はここまでになります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。